駅前通りって呼ばれていて、かつて賑わってた。で、もう今こんな感じ、もう何もなくなっちゃった。人が通らないから。なので、僕、駅前何もないのに寂しかったので、この通りをちょっと再生させたいなと、思いがあって、チャレンジキッチンってわかる？チャレンジキッチン。飲食店をいつか開業したいなと思っている人に対して、いきなり借金しちゃう。イニシャルでね、借金抱えてさ、営業って大変でしょ？そのことでチャレンジしてもらって、お客さんのファンがついたら、この通りに出店してもらおうと思ったんですよ。練習の場みたいな。そう、チャレンジする場にしてしまおう。Welcome to Izumi.